皆さんこんばんは。今回が5回目となる J リーグ座談会、なんと今回は初の試みとしてライブ配信でお届けしていきます。昨日で2023シーズンの J リーグも全日程が終了しました。各会場で様々なドラマが今年もありましたけれども、その熱が冷めやらぬうちに J リーグそしてサガン鳥栖について皆さんと語り合いたいということでライブ配信でお届けすることになりました。昨日の最終節を戦いましたサガン鳥栖からは河合健太監督をゲストにお迎えしまして、山口知事とともに、はい、およそ20分間、まあ、時間に限りはありますけれどもライブ配信で皆さんと語り合っていただきたいと思います。どうぞ配信終了まで皆さんよろしくお付き合いください。それでは少し私も噛んでしまいましたけれども河合監督、山口知事、どうぞよろしくお願いします。いや、もう初のライブ配信ということで非常に私も緊張しているんですけれども、山口知事もそう、あの、ね、昨年末に、はい、これ河合監督とやりたいよねって言ってたら、昨日終わったばっかりなのに大丈夫なんですか。あ、大丈夫お越しいただきました。いや、本当にこれ実現する、しかもこれ生だもんね、はい、そうなんですよ。いつもやっぱすぐ終わったその直後にやったらいいのにねって話をね、うんうん、去年もしてたので、もう大変嬉しく思います。ありがとうございます。いや、もう昨日はもう本当に試合終了直後だった時間になるわけですけれども、どうでしょうか、2023シーズンが終わりました、ちょっとほっとされたお気持ちもありますか。そうですね、あのいろいろな感情はありますけれども、まあ、まずは、終えたというところでは、まあ、少しホッとはしてます。そんなホッとされた河合監督に早速なんですけれども、今シーズンを振り返っていただきたいと思います。まずはこちら順位表をご覧ください。順位表なんですけれども、現在サガン鳥栖は現在ではありません、今シーズンは14位で、はい、終了ということになりました。勝ち点が38、そして9勝11分け14敗、得点が43で失点が47、得失点はマイナス4で終了ということになったんですけれども、この結果というのを監督ご自身どんなふうに受け止めていらっしゃいますか。そうですね、まあ、もっと上に行けたなというのが率直な感想ですし、まあ、やっぱり今シーズンは接戦のところで引き分けになったり1点差で負けたりという試合が多かったかなという印象なので、まあ、来シーズンはやはり勝ちの数をもっと増やしたいなというのが今思っているところですね。まあ、勝利数というところで言うと、まあ、あの昨シーズンと同じ勝利数、そして引き分けで言うとちょっとこう引き分け数は減って11分け、まあ、これは昨シーズンが15分けでしたので11分けという形で、敗戦の数というのが昨シーズンが10敗でしたのでちょっと4敗ほど増えてしまったというところなんですけれども、まあ、得点数かなり監督は今シーズン初めから強く言われていましたが、得点に関しては昨シーズンよりちょっと2点ほど減ってしまって43ということになりましたけれども、得点を増やしたかった中でなかなか増えなかった部分というのはどんなところに要因を感じていらっしゃるんでしょうか。そうですね、いやでも、はい、まあ、対戦する相手選手も昨シーズンと今シーズン違いますので、まあ、そういう意味では得点はリーグで5番目に多いんですよね、うんうん、それは非常に評価できると思います。まあ、昨シーズンから2点減ってるんですけれども、まあ、やはり去年と今年はもう違いますので、僕は得点は評価できるかなと思います。得点力はで、まあ、やはり得失点差、はい、がマイナス4というところで、まあ、これをプラスに持っていかなければいけないですし、まあ、先ほども言ったように1点差のゲームだったりそういうものが少し多かった印象がありますので、まあ、得点を増やしながら当たり前ですけど失点を減らすという作業を来シーズンしっかりやりたいなと思います。今のお話を聞かれて知事はどんなふうに感じられますか。そうですね、やっぱり勝ち点3って大きいんですよね。よくサポーターのみんなが勝ち点3っていうのがよく分かってて、うん、引き分け3つと一緒でしょう。なのでやはり今回は9勝だったので、やっぱ上に行くためには勝ちにこだわるっていうのは本当におっしゃる通りかなというふうに思いますね。あと接戦のところをもっと話してもっと、そう、僕らサポーターからすると、はい、サガン鳥栖いい感じで追いついて引き分けも多かったんですよ。うん、もうちょっと早く いかんかな、ごめんなさいもうちょっと早く先に行って
ってとかいう、こうあの得点力があるなら早い段階で優位を保ってさらに2点目っていう流れってできたらいいなと思いますけど、うん、いやそうですね、あの、まあ、リレーと似てますよね。最後のゴール前まで、うん、あこれいけるなと思わせたらダメで、ああもう中盤ぐらいでやはり2点差3点差つけると諦めると思うので、ああ、まあ、そういう形に持っていく回数をもっと増やしたいですよね。そうですよね。だからあの、うん、開幕戦結構ショック受けて、あの1対5の試合、あれどん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 悪循環して湘南戦でしたけれども、うん、ああなるのか、もう2戦目の湘南戦みたいにね、こう前目前にっていう風になるのかって、どうした違いが起きるんでしょうかね。まあ、これを解決できれば僕はおそらく世界一の監督になっていると思います。あ、本当にいろいろな要素があると思います、はい、まあ、ただ、まあ、最後やはりピッチでプレーするの選手というのは絶対に決まっているので、うん、まあ、彼らに本当にどういうふうにフットボールをやってもらうか、うん、まあ、メンタリティも含めてですね、もうそれだけですよね。いや非常に今か、あの知事からもお話ありましたけれども、開幕戦のこの1対5での敗戦っていうのは非常にこう印象にも残る大きな、ちょっと VAR って日でしたけどね、本当いろんなことがあった監督の試合でしたね。あれから河合さんがどう立て直すのかなってもうすごく心配でした、うん、あの試合はそうですね、あの僕も試合前に選手にはあのいろいろなことが起きると90分間、うん、でも怒りすぎた試合ですし、あれだけ VAR が入って判定が変わったりするのも、うん、まあ、僕も初めてでしたし、ですよね、まあ、でもまあ負けは負けで認めて次に行くというところはすぐ切り替えれたので良かったですけどね、うん、ある意味こういろんな経験ができたねっていう一試合にもなったんですか。なりましたね。だからタイミングとしては開幕戦で良かったかもしれないですね。いや僕あの名古屋に勝ったでしょう、3節でしたっけ、はい、あれでもちょっとほっとしたっていうか、はい、今年もサガン鳥栖なんとかいけるんじゃないかなって思いました。あでも初勝利は本当に我々も嬉しかったですし、まあ、少し難しい状況で1戦目2戦目になったので、ね、やはりあの勝ちは大きかったですね。大きいですよね。でずっとこう今年は前半ずっと割と上の方まで行って、あのセレッソ大阪に勝ったあたりで、はい、8位に上がって、うん、そこから上へ行けるかどうかっていうのがこれからのサガン鳥栖の課題だと思うんですよね。だから、まあ、あの割と前半は結構勝ち点前半でいうと23稼いだんですよね。で後半が15なので、うん、ここがあの我々の課題かなと思いますか。あのまず知事に我々と言ってもらえるのは非常に嬉しいですけれどもあの本当に嬉しいです。あのおっしゃる通りで、まあ昨年も今年も残留争いに巻き込まれたかというとそうではない、全くなかったですね。でやはりもう次のステージには行かなければいけないかなというところではもう一つここを後半戦グッといけるために何かしら、まあ策もそうですしいろんなことをこうクラブもとも一緒に考えていきたいなと思ってますね。ただ明確な課題があるので解決はしやすいと思ってます、ね、だから河合監督までの間は何度もねギリギリでヒリヒリするような残留争いをしてきたので、はい、まあ、ここ2シーズンは逆に言えばあの真ん中でこうちょうどっていう感じになっているので、あの、まあ、不安定のを忘れるもんだね人間っていうのはだからこうなるともうここから上がっていくっていうか、はい、上位5に入っていく取り組みって期待しますよね。そうですね、期待を寄せたいですし、あれがね、ここにあれがね、そうですね、昨日最終節が終わった後にホームスタジアムで来シーズンのユニフォーム発表もありましたけれども、こちらのエンブレムの上の方にあの SSP 構想の佐賀県が、ああ、はいはいはい、今回スポンサーに入るということ、はい、そうだから今年はですねみんなで力を合わせて早くこうスポンサードを決めるっていうことができたっていうのが、はい、実は我々にとってとても大事なことで、うん、まあ、これまで いつもあのハラハラさせていたので、もう終わった試合で次のユニフォーム、はい、そして河合監督の残留っていうもう次行くんだぜっていう強い姿勢ができたの で、まあ、そしてさらにお星様をそう、それあれあれってことでね、あれが欲しい、あ、まだ言っちゃいけませんでしたね、 あれがね流行語に習ったあれが、いやあれも待ち遠しいです。監督、いやそうですね、あの、まあ、僕はよく J1 のシード権、まあ、あの
駅伝とかと一緒と思ってた、うん、箱根の、うん、やっぱりシード権は取れたと、シード権を取るイコール、まあ、J1 で優勝する権利があると、うんうん、で3つタイトルを取れる権利がありますので、まあ、やはりそこは意識してやりたいですよね。確かに駅伝とよく似てますよね。そういえば、はい、シードを取るだけだと毎年同じだけれども、やっぱり上をね狙うっていう、もう監督やっぱりこんな風にこう別の競技で例え話をされたりとか、いろんなこう競技にもご興味あられるんですか？ありますね、はい。どんな競技がお好きですか？まあ、バスケットも好きですし、そう言われるとあまりないかもしれないですねでも、はい、そう最近だからあの、うんうん、僕はねあのバルーナズとかスプリングスとかサガントスがこうもっと連携したらいいなと思ってて、はい、やっぱスポーツって結構お互いが刺激し合うところがあって、もう先だってあの小林ダイレクターが言ってましたよね。サッカーの戦術がバスケに似てきてるところもあると、コンパクトなところに集中して人がいると、そこでどのようにパスを通してゴールに持っていくのかっていうあたり、だからそこは佐川はみんな V1、B1、J1 なので強みかなと思ったりします、はい、監督も常々おっしゃってましたよね。バスケットボールのこう練習を見学に行きたいって。そうですね、あの、まあ、今知事がおっしゃっていただいたように、まあ、サッカーももうバスケットに近くなってくるかなと、ハンドボールであったり、うん、なるほど、まあ、バスケでの話に行くと、まあ、やっぱり得点を増やしたい、うんうん、そのためにルールだったりいろんなものを改正していく。でサッカーも基本的にはそうだと思うんですよね、うんうん、そういう意味ではあのやっぱりエンターテインメント性をもっともっとサッカーは追求していくのかなと思ってますので、その一番はやはり得点なので、うん、そうですね、やっぱ得点シーンってね、はい、何者にも変えがたいですよね、はい、今シーズンもたくさんの得点も生まれましたけれども、はい、知事は、こう34試合リーグ戦ありましたが、今シーズン思い返してみられて、一番こう印象深かった試合っていうのはありますか？やっぱ京都ですね。京都戦で、あもうこれダメなのかなって、はい、もうねアディショナルタイムに入って、うん、あこのままかなって思ったらですね、まあ、退場者が出たというのもあったんだけども、あそこからパンパンと逆転して、はい、あれ最後の勝利ですかね、今シーズンの。そうなりますね、だからもうみんなの胸にあれは刻まれたのかなと思ったし、はい、私はあのみんなサポーターと一緒にこう万歳したんだけど、うん、本当に嬉しそうで、やっぱホームでの勝利ってこんなに人を震わせるんだなって、うん、思いました。あの時も鳥栖の選手がゴールを決めるたびに会場のボルテージがどんどん上がっていく感じっていうのがありましたよね、うん、知事、うん、独特の雰囲気というか、あこれなんだか勝てるなっていう雰囲気に会場全体がさせてくれているような、うん、そんなこう印象も残ったんですけど、監督はいかがでしたか？いやあのエキスタのラスト数分ですか、はい、まあ、昔からいるスタッフにも聞いてたんですけれども、そのゾーンに入ったら、うん、あの本当に点が取れる、そういう雰囲気になる、取れそうな雰囲気になる、うん、それは、まあ、この2年間で僕も何度も経験しましたし、まあ、京都戦は本当にそのそういう意味で一番ですよね。そのエキスタの雰囲気で取れた、うんうんはい、あのファン速攻のあれヘディング、うん、見事にね、あんなところにうまくはまるもんだなと思ってですよ。そうですね、うん、ゴールシーンもやっぱり印象的でしたか？印象的でしたね。あのしかも京都戦でいくと原田が取り、ファン速攻が取りと、うんまあ、後ろの選手が2点目3点目取るというところでは、そうそう、まあ、我々らしさも出たし、うん、確かに、うん、そういう意味では非常に印象に残っています。なかなか感情あらわにされない監督があの得点が決まった瞬間本当に嬉しそうで、それをこうあの撮影できたスタッフのみんなが喜んでたんですそれがすっごい印象に残っていやそれぐらい感情が出ちゃうシーンでした。河合監督いろいろ、ね、お考えもあるけど、はい、結構ほら抑え込んであの、ね、あんま喜怒哀楽を出さないようにって、はい、いや僕はあの勉強になります。やっぱ同じリーダーとしてですね。あおっしゃってました、通じ合うものがあるって。孤独ですからね。だけど責任は負わなければいけないので、はい、でも戦うのは選手たちだし、自分だけでは 何かが成し遂げられるわけではないので、はいはい、
そして表情一つもそうですし、あとは言葉のパワーっていうのも河合監督にはあるなっていうすごくイメージもありまして、その印象的な言葉というのがやはり湘南ベルマーレに勝利したあれ、あの試合のハーフタイム、でもどうして叩き潰して恋は有名になったんですかね。広まりましたよね、だいぶ。僕はスタッフからちょっと広がってしまったと聞いてしまった、もう僕はどうしようもできないので、そう。でも確かにあれハーフで 2-0 でしたっけ。そうです ね、はい、だからやっぱり一番危ないっていうか、気を緩めたら逆にやられるっていう的確な言葉だったのかなと思いますけどね。そうですね、そちらの意味合いの方が大きかったですね。やはり油断をするなと、はい、そういう意味でハーフタイムのコメント、僕が選手にかける言葉はやっぱり僕ももうアドリブで全部やるので、その時の状況、感情、選手の顔、いろんなものを、頭に叩き込んで、本能的に出る言葉なので、であれが出た、ただそれだけですね。でもやっぱ刺さったんでしょうね。やっぱ思い出したんでしょうね、開幕戦をね、あれは、みんながねやっぱり勝ってほしい試合の一つでもありましたし、そう、僕はね、あとね、昨シーズンだったから、アントラーズに 3-0 で勝ったのに4点取られて最後にもう1点追いついてっていう試合があって、ありましたよね。ありました。あれはすごい、だから最後に追いついたところが、うちのチームはすげえなって、だから自分で想像してた、以上のことが起きることがあるので、きっとそういう雰囲気をホームは作り出してるんだろうなと思います、きっとそうですよね。そしてこう J リーグの新たな楽しみ方というところで、知事が考案されましたこんなランキングがあります、はい、J リーグトラディショナルランキング、略して JTR の最新版を皆さんと共に見ていきたいと思います。この JTR なんですけれども、1993年に誕生し30周年を迎えました J リーグの歴史を、その年ごとの順位でポイント化し、 J1 はそのポイントを100倍、 J2 は10倍、 J3 は1倍にしてランキング化したものです。そして昨日の最終節を終えました、シーズン結果を反映した最新のランキングがこちらとなります。サガン鳥栖を見てみますと17位と、これは ね、 ことですね、昨年末16位のアルビレックス新潟さんとうち同点だったんですよ。で J2 から新潟さんが上がってこられて、どういう勝負になるのかなと思っていたら、はい、要はこれ400点差がついてますよね、新潟さんが10位でうちが14位なので、その 4分が差がついて、うちが16位タイから17位に一つ下げたっていうことになりますね、はい、監督いかがですか、こちらのランキングご覧になって。そうですね、20位以内はやはり J1 に当たり前ですけど長くいたチームだなというのと、順位が17というところで17も、我々の、サポーターナンバーとしては悪くないですまさしくですよね、なるほど、はい、でも本当に歴史のあるサガン鳥栖なんだなっていうのをこの表を見ると思いますし、この表を作った発想が素晴らしいなと思いますね、はい、これやっぱり僕らって伝統とか歴史に敬意を表さなければいけないなとずっと思ってて、で、いろいろ考えてやっぱ J1 と J2 と J3 に100倍10倍1倍っていうところをつけたのがポイントですよね。だから J2 で1位になると20チームだと、200点になるんですよね。そうすると J1 の下から2番目と同じぐらいっていう、割とこうバランスいいなって自分なりに思ってですね。でこれ第1回で野々村チェアマンと議論したら、結構当ててましたね、チェアマンもね、そうでしたね、知事ちなみに他に気になるところもあったりされますか。これ、だからやっぱ清水さんが8位でやっぱ折り点なんだなっていうのと、うちが17位ですけど14位と15位に千葉とベルディさんがいるんですよ、だからやっぱり歴史的なチームがこの上にいるので、当面目標はこの上の3つをなんとか抜けないかということと、歴史的なファンから言えば25位に横浜フリューゲルスという、もう点数が動かないチームがいるんですね、だからこの
フリューゲルスというのがこれからどういうふうにあの他のチームから見て目標になっていくのかというところがポイントかなと思ったりしますね。そんなヴェルディとは来年は対戦もありますね、うん、そうですね。 あまり僕の記憶の中ではサガン鳥栖と東京ヴェルディが対決をしているイメージがここ数年、まあ、もう十何年になるんですかね、なかったので、うん、まあ、楽しみですね。少なくとも16年ぶりに、はい、そうですよ ね、13年ぶりか。うちが13年 J1 にいて、ヴェルディさんは16年ぶりっていうおっしゃってたから、そういうことになります、そうですね。久しぶりの対戦ということで非常に来シーズンも楽しみですね、うん、そしてどこまで順位を来シーズンを終えたときにこの JTR 上げることができるのか。もうこうやって見ると1位のアントラーズと2位のマリノスさんは一度も J2 に行ったことがないわけですよ。でそこにサガン鳥栖はまあ、もちろん J2 から上がってきたわけですけど、うちも一度も落ちてことがないという、はい、この3チームだけJ1 から落ちたことがないチームということで、非常に受験の親とかにありがたがられて、応援に行くとなかなか落ちない。そうですね、なかなか落ちないグッズとか、はいはい、なかなかというか全く落ちない、全く落ちない、はいはい、いいですね。でも、もうそろそろ僕らももっと上に行きたいなとそう、はい、そういう感じですね今 ね、はい、いや知事あっという間になんかお時間も来たんですけれども、少しだけこう時間を延長させていただきまして、はいはい、来期についてもいよいよお話を伺いたいなと思うんですが、来期のこう編成というのはここからかとは思うんですけれども、まあ、せっかくの機会となりますので来期の展望などもぜひ監督にお聞きしたいなと思うんですが、うん、そうですね、はい、来期の展望、まあ、やはりどういうチームになるか、どういう選手で、うん、構成されるかというのが一つ大きなポイントだと思いますし、でも僕らが大切にしているのはサガン鳥栖に愛着を持てる選手、うん、サガン鳥栖でやりたいと思う選手というのはすごく重要視していますので、それはこの、まあ、僕が、来て2年間は本当にそういう思いでやってくれる選手たち、まあ、それは継続していきたい。あとは、まあ、知事もおっしゃっていただいたように、はい、やはり上に行きたいんで、はい、サガン鳥栖をもう一段階高みに持っていけれる選手を今、で編成していきたいなと思ってます、うん、知事今のお話受けていかがですか。もう本当頼もしいなと思いますし、まあ、今年活躍した多くの選手もね残っていただけるような体制もだいぶできてきたんで、まあ、それとあれですね、やっぱりサガン鳥栖がずっと J1 に入れる大きなポイントはやっぱり育成に力を入れて、育成スタッフが充実している、非常にホームファミリーとしてねみんながまとまっているということだと思うので、まあ、佐賀県としてもこの育成に力を入れるっていうのはもう大賛成なので、今アンダー15の練習場をね、はい、整備を、まあ、再来年の春にはもう素晴らしい、うん、施設ができますし、アンダー18も、残留をプレミアの残留を決めまして、まあ、本当にいい選手をそういう若い時から輩出して、うん、サガン鳥栖で上行きたいって思うようなそういう構想なんですけど、いやでも育成はやはり大切ですよね、うん、まあ、そういう選手が育ってくれればいいですし、まあ、育っているのも事実ですし、うん、まあ、やはりサガン鳥栖というものはトップチームだけではなくて育成も含めてサガン鳥栖でもありますので、まあ、本当に大切にしたい要素ですよね、そこは、うん、そういう、こう育成というところではそのコーチ陣もこうトップチームの練習などにお越しになられている姿も時折見かけるんですが、そういった意思の統一みたいなものも図っていらっしゃるんですか。僕は図ってはないです。ただ本当に足を運んでトップチームの練習を見て、うん、いただいたり、まあ、僕たち、トップのスタッフも、意見交換をさせてもらう時もありますし、うん、そういう意味では非常にいい関係性を築けていると思いますね。そういったところでやっぱりこう育成のところのこう力っていうのが備わってよりいるのかなとも思いますね、うん、私もねサガン鳥栖から学んだんですね、はい、今佐賀は SSP 構想って、うん、ここに今度ラッキーマーク入りますけれども、はい、育成を充実させて
この三角形、うん、トップを狙うここを充実させるんだけれども裾野を広げて、うん、あのアスリートたちが、はい、こう簡単に言うとこう飯食っていけるようなっていうかね、ずっとこう三角形をどんどん大きくしていくっていう佐賀県の、あの構想なので、うん、これをあのぜひ広めていってあのもちろんサッカーだけでなくていろんなスポーツで、佐賀に選手たちが集まってここで育てられたいって思う、はい、そういうワールドを作っていきたいと思ってるんです。なかなかないですよねこんな県。そうですね、あのまず知事の、はい、知識にびっくりしてますし、ね、あの本当にフットボールクラブのあの GM といいますかね、あの全てを統括する役があるんですけどもまあそういう人なんじゃないかなと思うぐらいの本当に、あでも本当にありがたいですね、そういうふうな意見を言っていただきたり、うん、あの発想をこちらにも与えてもらうというところではもうサガン鳥栖は本当にあのこういう知事の下で活動できているというのは本当にありがたいです。まあ、みんな本当感動もらってるからね、はい、やっぱスポーツの力って本当素晴らしいものがあるので、はいはい、ぜひそれをもっともっと膨らましていきたいと思うし、佐賀はね来年はあの国スポ全勝スポも、はい、ね、国体がスポーツ大会として生まれ変わる新しい大会が始まるので、うん、まあ、いろんな問題提起をあのしていきたいと思っています。はい、ぜひスポーツで感動あふれる来シーズン皆さんにもご期待いただきたいと思います。さあそれではあっという間にお時間となってしまいました。今日はライブ配信ということで多くのファンサポーターの方々が見てくださっていると思います。最後に河合監督それから知事に一言ずついただきたいと思います。まずは河合監督お願いします。はい、今シーズンも応援ありがとうございました。来季皆さんが望むような、試合をして、その試合の先にはもちろん結果もありますし、我々はフットボールを通じて佐賀県を活気づけて元気づけていい佐賀県にできるようにしたいと思いますので、またサガン鳥栖の試合を見に来てください。では知事お願いします。そうですね、あの本当にサガン鳥栖見に来てくれるサポーターって僕はもう日本一いや世界一かなっていうぐらいあの心の美しい素晴らしいサポーター、要は本当に辛い時でも前向きにみんなで応援してくれる、まあ、そういうメンバーなんで、まあ、もちろんあの佐賀県民だけでなくて、日本中のそして世界中のサガン鳥栖ファミリーの皆さんにこれからもぜひ応援していただいて、みんなでこう喜びも悲しみも常に分かち合う家族のような存在でありたいと思います。佐賀県は全力で応援します。そして皆さんもぜひ応援をよろしくお願いします。それでは例によって例のあれで締めたいと思います。河合監督もよろしいでしょうか。では配信をご覧の皆様もご一緒にあれでお願いいたします。では参りましょう。佐賀最高、佐賀鳥栖最高。